マラキ書2二章。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は言われる。私はあなた方の中にこの呪いを送り、あなた方の祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。 見よ。私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を。あなた方はそれと共に投げ捨てられる。この時あなた方は私がレビとの契約を保つために、あなた方にこの命令を送ったことを知る。番軍の主は言われる。私の彼との契約は命と平安であった。私はそれらを彼に与えた。 それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には、真理の見教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公平さのうちに、彼は私と共に歩み、多くの者のを不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から見教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。 しかし、あなた方は道から外れ、多くのものを教えによってつまずかせ、レビトの契約を損なった。万軍の主は言われる。私もまた、あなた方を、すべての民に下げ住まれ、軽んじられるものとする。あなた方が、私の道を守らず、エコヒーキをしながら教えたからだ。私たちすべてには、唯一の父がいるではないか。唯一の神が、 私たちを想像されたではないか。なぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中で忌まわしいことが行われた。まことにユダは主が愛された主の聖女を汚し、異国の神の娘をめとった。このようなことをする者を、どうか主がヤコブの天幕から、一人残らず断ち切ってくださるように。 たとえその者のが万軍の主に捧げ物を捧げても。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧り見ず、あなた方の手からそれを喜んで受け取られないからだ。それはなぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との承認であり。 あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。神は人を一体に作られたのではないか。そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。妻を憎んで離婚するなら、 イスラエルの神、主は言われる。暴虐がそのものの衣を覆う。万軍の主は言われる。あなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならない。あなた方は自分の言葉で主を疲れさせた。あなた方は言う。どのようにして私たちが疲れさせたのか。それはあなた方が悪を行う者も,も皆主の目にかなっている。 主は彼らを喜ばれる。一体、騒木の神はどこにいるのか、ということによってだ。